チンタオアネッタイ植物園は、宮崎県宮崎市チンタオ地区にある植物園。愛称は、宮古ボタニックガーデンチンタオ。道園の対岸のチンタオには、特別天然記念物のチンタオ、アネッタイ生植物群落があり、そこで自生するビロウなど、様々なアネッタイ植物を植栽している。チンタオアネッタイ植物園は、1965年4月に、開設。 1967年6月に開園した。道園の東対岸にある、沈汰を亜熱帯性植物群落は、北半球最北のヤシカ植物の群生地があり、設立当初はこれらの微老の群落や、亜熱帯植物の保護対策や、学術研究の場とすることを目的としていた。開設から半年後の1965年10月に、シンガポール植物園と、 姉妹植物園の締結を行い、半世紀以上にわたって技術者の派遣や植物の交換などを行っている。園内では、賃貸に自生する植物だけでなく、シンガポール植物園やブラジル、アルゼンチンなどから譲り受けた様々な亜熱帯植物が植栽されている。開園から50年が経過し、老朽化や耐震状の理由から、 2016年3月に施設を大幅にリニューアルした。また、リニューアルに合わせてネーミングライツを採用し、同年4月より愛称が、都をボタニックガーデンチンタオとなった。中期がない限り、本節の出店は公式サイトのご利用案内による。年中無休、園内、温室への入場は無料。ありがとうございます。